最強お取り寄せデリシャス魂。清太郎の海賊ラジオオン YouTube 最強お取り寄せデリシャス魂、略してデリタマ、改めて寄せ玉。船長清太郎が日本中の世界中の美味しいものをガシガシとお取り寄せしていくコーナーであります。寄せ玉14回目、今回お取り寄せしたお食べ物様はどんなお食べ物様でありましょうか。今回は皆さんが大好きなラーメンでいきます。それも一風変わった乾麺のラーメン。じゃーん、秋田県は横手から臨泉堂の稲庭ラーメン。稲庭ラーメン、初めてその名を聞く人かなりはてななネーミングだと思いますよね。秋田県の名産品というと稲庭うどん。酒飲んだ時に締め食べる稲庭うどんってめちゃくちゃうまいじゃないですか。あれは知っているけれども稲庭ラーメンって感じで困惑するクルーの皆さん多いと思います。単純に稲庭うどんのラーメン版、麺がうどんからラーメンの麺にチェンジされた商品です。一袋2人前、スープが2つ入っております。お湯を沸かして、そして3分ぐらいで麺を茹で上げて、その間にスープを 250cc ぐらいのお湯で溶かしてラーメン投入を待つばかりです。入っていたのはこれだけですが、とりあえず今回は青ネギたっぷり、それからこちらチャーシューです。たまたまね、我が家に陳健一さんのチャーシューが到来しましたんで、それを使わせていただこうと思います。稲庭ラーメン、ちょっとしたチャーシュー麺になる予定です。それでは間もなくこちら大きい鍋のお湯が沸きますんで、その間にスープお湯で温めました。言われた通りにやっております。これが稲庭ラーメンの生命線、スープの素です。実はね、これね、中見てください。これだけ入ってるんですがね、これ2人前なんですよ。だから今私分半分ぐらい、1人前投入します。このぐらいですね。これをぐらぐら沸いたところに投入。作りながらになりますが、ちょっと聞いてください。稲庭ラーメン、ラーメンの麺を入れただけではありません。稲庭うどんの手延べ製法を応用し独自に作り上げた中華麺であります。家内の技術がここに詰まった一品だということはまず分かって、期待感がどんどん高まりますね。加えてスープすごそうでしょ。今更ですがね、この稲庭ラーメン、あの雑誌ブルータスの決定お取り寄せグランプリでラーメン部門で最も票を集め、ラーメンのグランプリ受賞です。お食べ物様の賢人、秋元康さん、マストーヤ正隆さん、2人も1位に選んでおります。これはより一層期待が高まってきますよね。とにかくこのスープ、奥羽山系の伏流水で日本三大地鶏比内地鶏のガラと魚介系で煮込み、スープを抽出しているんですよ。うまいに決まっていますよね。3分経過しましたんで飛びます。これから湯切りをしまして鍋に投入します。ちょっとお待ちください。はい、これがお取り寄せの稲庭ラーメンです。これからトッピングします。それでは噂のお取り寄せで今人気ナンバーワンだと言われている稲庭ラーメン、いただきます。まずスープ、なるほど、スープは和食、高級な和食、稲庭ラーメンです。いただきます。
これは好きな人は好きだろうな。この麺ですよ、ご覧ください。ほら、ほら、ほら、こんな感じ。こうやって、丼抱えて、ラーメンのスープを飲み続けるっていうのって、今のラーメンの世界にはあんまりないでしょ。そのぐらい、当たりの柔らかい、いなりはラーメンのスープです。ごちそうさまでした。最高です。ともかく王道です。変化球なし。まっすぐ、ストレート一本勝負。潔い。これ嫌いな人はいないんじゃないかな。俳優さんだったらね、神木隆之介君だな。神木君のこと嫌いな人いないでしょ。いつでもこう透明感を持ち続けている非常に貴重な存在ですよ。世界食品コンクール ITI でラーメンで史上初の三つ星を受賞。それ以来、三つ星5回受賞。もうこれは佐々木希ちゃんに続く秋田が生んだスーパースターであります。秋田県は横手市から臨川堂の稲庭ラーメン。今回清太郎はアマゾンから2食入り2袋1800円で購入しました。4食分ですね。お値段がサイトにより違うこともありますんで、どうぞご確認ください。はい、またまた俺好み、船長好みの絶品のお食べ物様に出会ってしまいました。さあ、次はどんなお食べ物様とのマッチングがあるのか期待が膨らんでまいりますよね。ではまた次回、素晴らしきお取り寄せの世界でお会いしましょう。ボーノ&オーノ、ボーノ清太郎でした。アディオス、さよなら、フジヤマテンプーラー。チャンネル登録よろしくね。